はい、みちです。はい、みちです。今回、辛ラーメン、スパイシーチキンですね。辛ラーメン、スパイシーチキン。これの赤バージョンは食ったことあるのよ。食ったことあるけど、辛かったやんな、あれ。赤のやつめっちゃ辛かったはずやね。でも、そこまで覚えてないねんな、なんか。それの、スパイシーチキンバージョン、どうなのかな？気になる。こちらの方が、カロリーが496kcal。タンパク質が 9.2g。脂質が 16.7g。炭水化物が 77.3g。食塩相当量が 4.8g となっておりますと。辛いやんな、多分な。めっちゃ辛いやんな。ちょっと開けてみるわ。よいしょ。はい、開けました。はい、こちら、ドン。ドン。こちらも、金色っていうか、金色っぽいな。金色か、これ。すごくない？金色。これ、パッケージめっちゃな、刺さったんや。すげえかっこいいなと思った。いいよなと思った。しかも、これ麺多ない？これ。麺。これ、赤いやつもこんなんやったかな？俺、袋麺の方食ったんかな？辛ラーメンって。昔、食べた気がする。楽しみやな。どんななるんやろな。ではでは、あ、これも入れんねんな。粉末スープ入れます。あ、これもシンプルやな。最近な、いろんなのを後入れとかな。いろんなあれやんか。これもシンプルにな。もうこれだけやねん。グーないのこれ。あ、グー下の方に入ってるわ。グー下入ってた。いや、これ辛いやろな、多分な。これほら、見て。ほら。ほら。この辛そうな色してない？非常に辛そうな色してんね。全部入れきる。全部入れきる。いや、俺、食えるかな？俺、辛ラーメンってな、辛ラーメンってよく間違えんねんけど、辛ラーメンの赤めっちゃ辛かったようなイメージやねん。袋麺で食ったんかな？もう忘れたわ、これ。はい。出ました。これな、ここを一応こうやってこう。こう、もうここで、混ぜとった方がいいやろ。混ぜる。はい、どう？色えぐくない？これ。で、量多いな、これ。なんか多く感じる。これ海外のやつやんな、これ。韓国かな？韓国やわ、俺。韓国のお土産でもらったんかな、辛ラーメン。なんか覚えてんの？ではでは、お湯を入れて、何分やろ、これ。4分待ちたいと思います。めちゃくちゃ、楽しみ！はい、4分経ちました。では、開けます。どうやるな、これ。辛いんかな？よくわかってない。辛ラーメンのスパイシーチキンか。では、混ぜますね。うわ。やっぱな、なんかな、やっぱ量たっぷりやな、これ。多くない？多いわー。ね、この時点では、辛いように思わへんな。で、噂では辛いねんな。普通の辛ラーメンも辛いしな。で、それの辛ラーメンのスパイシーチキンやからな。辛かったはずやね。俺、袋麺かなんかで食ったはず。はい、いいかな。ではでは、いただきます。お疲れ様です。どんな味あるな。いや、緊張してきた。まず、おスープ飲まさせていただきます。熱いわ。行くで。いや、怖いわ。怖い。で、俺、ペヤングを食べてるからな。ペヤングのめっちゃ辛いやつ。で、大丈夫と思うね。大概のもん来ても。行くで。まあ辛いな。辛いけど許せるかもから。ちょっと食べてみよう。麺食べちゃおうかな。行きますね。
いただきます。いきます。ドキドキする。麺がどんな感じなんだ。うん、ほう、うん、うん、おう、うん、おいしい、おいしい、辛いねんけど、ピリ辛、ピリ辛なのかな、だいぶ辛いような気がすんねんけど、なんか許せんねんな、ピリピリってしてんねん、口になんかピリピリってしてんねんけど、いけるいける、うん。ああ。でもな、チキンの味がしないねんけどな。チキンかな、これ。うん。ああ、美味しい。これ辛すぎたら、普通、飲むやんか。飲むねんけど、飲むの。そこまで大丈夫やねんな。うん。でもな、若干汗出てきたね。若干汗は出てるわ。これチキンなんかな。まあまあチキンやな。ちっこーいチキンやったわ。うん。あ、美味しいわ。ああ、ちょっと一回飲もう飲もう。どうやろう、これ中本的な感じなんかな。あの、ペヤングのめっちゃ辛い系ではないわ。中本さん的な感じかな、工事的に。どっちか言ったら。でそれよりもまだ大丈夫そうな気がしていた。おー。来るね。だけどな、癖なんねんな。癖になる。うん。おー。でもな、一つ言えば、もうちょっと、ちょっと具材欲しいな。具材があったら完璧やな、もうは。あと、とじ卵とか、卵も入れたくなってきた。うん。あ、これもなんかグーやな。うん。ようわからん。ようわからん。うん。あ、あっという間にペロッと、ペロリといくわ。なんかこのな、だんだん辛さがな、麻痺しだしてんねん。で、もう食えないっていう辛さじゃないねんな、これ。あ、辛いと思うねんけど、いや、もう無理、無理じゃないねんな、これ。ちょっとそろそろ辛なってきたわ。そろそろ辛なってきたんやけど、うん。もう、ちょっと、もうちょっと食べよう。うん。これ、こういうのってな、ゆっくり食べる方がいいでな。俺意外と、あの、つまみみたいな感じで。うん。ああ。うん。ああ。ああ。いや、これな、食べてみて、辛いねんけど、ギリギリのラインやなって感じ。もう無理っていうラインあるやんか。それを、ちょっと前ぐらいの辛さやねんな。うん。だからな、癖になんねん。で、癖になるけど、汗がじんわりきてる。じんわりきてる。本当にこれは、癖になる、うまさ。だけど、スパイシーチキンっていうのがあんまりわからなかった。私。味音痴なんで。うん。